はいどうも、えー、5月2日の熊沢です。今の奥さんが掃除機をかけてくれてるんですけれども、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかえー、っと、時刻が間もなく5時というところで、夕方の5時でございますよ。今日はね、えっと、先日行ってきた、あのー、ドキュメンタリー撮影ですね。はい。先日というかもう先月か。もう先月になっちゃいますけどね。 のドキュメンタリーの、まあ、納期も近づいてきまして、えー、その他の仕事も落ち着いているので、えーっと、今日一手に終わらせてしまおうということです。えー、っと作業をしてました。で、えーっと、ドキュメンタリーってやっぱ長いのですごい尺が長いので、とにかくオフライン編集、まあら編集ですよ、あら編ですよ、をとにかくもうバサ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 やっていくっていうのからまずやるわけですよ。僕の場合ね。 初めから構成を練ってっていうのも大事なんだけど、<laughs> とにかく、えー、使えるところ、使えないところっていうのがやっぱあるわけですよ。例えば、えー、っと、まあ、今日の話にもつながるんですけど、大体やっぱりそのドキュメンタリー撮るときって、僕はズームレンズで行くことが多いんですね。 ま、ここに準備しているのは、え EF24mm、ー、105mm、e、F4L 105、mm、ISUSM なんですけれども、ズームレンズをつけることが多いです。えっと、単焦点をつけると、デメリットが多すぎる。例えば、えー、っと、例えばいうか、一番大きなデメリットが、えー、焦点距離を変えられないということ。だから、足で、えー、焦点距離を変えなければ、あっと、足で画角を取りに行かなければならない。構造を取りに行かなきゃいけない。これって楽しいんですけど、えー、っと、 僕が自由に動ける場所がえ無限にあればいいんですけど、そういう現場はほとんどないです。うん。えっ、ー、と、例えば、本当にその、誰かが壁に絵を描いているっていうものをドキュメンタリーとして収めていくっていうことであれば、 えっと、人の邪魔にならないように本当にとにかく動き回ることができるんですけど、ミュージックビデオの撮影であるとか、レコーディングの撮影とか、ライブドキュメントの撮影とか、そういうのっていうのは、えー、その他にですね、いろんな人の目があるわけですよ。レコーディングではマイクにやっぱ僕の足音であったりが入ってはいけない。それから、ボーカリストの気を散らしてはいけない。エンジニアさんの邪魔になってはならない。 えー、ライブの場合もお客さんの邪魔になってはならない、えー、スタッフさんの動きの邪魔になってもならない。えー、アーティストが集中したいタイミングで、えー、例えば24ミリの単焦点でグーって寄ってくとかっていうのはもう、マナー違反というか、タブーだと思うんですよ。うんえー、でこれミュージックビデオもそうで、ミュージックビデオの場合っていうのは、やっぱカメラを回してますから、えー、その画角構図内に入り込んではならない。 え、ジンバルを使っている場合、そのジンバルを使っているカメラマンが動く、このフィールドに入り込んではならない。ぶつかってしまうからね。っていうことがあって、やっぱり単焦点って難しいんですよ。だから、こういう風に、えー、ズームレンズをつけて、えー、やることが多い。で、ズームレンズを使っていると、これ今ドキュメンタリーを荒編集する話をしてますからね。例えば 24mm で撮っていて、次 35mm に行きたいな。足場を変えずに、もう、 画角を変えてしまおうっていう場合であればいいんですけど、えー、例えば2 4ミリで撮っていた、2 4ミリで撮っていて、すごくパースの効いた絵を撮っていたんだけれども、5 0ミリぐらいまでぐっと詰めて、背景も詰め込んだ上で被写体をさっきと同じぐらいの画角で撮りたい、大きさで撮りたいってなると、僕が引かなきゃいけないですよね。 っていう時ってやっぱ手ブレを最大限抑えようっていうのとすぐに立ち位置を変えようっていうことの違いもあるんですけど、えー、ブレが起きたりするわけですよ。なので、えー、使えないカットっていうのはあります。かつ、えー、とにかく決定的瞬間を逃したくないから長回しをしておくっていう側面があるので、音声的に使える場合でも絵が使えない。とか、音声は使えないんだけど、絵は使えるとか。 まあそういうパターンもあるので、とにかく使えるところ使えないところをどん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 断捨離していってやると。で、そのオフラインが今終わったんですよ。で、えー、これからいわゆるオンライン編集ですよね。とにかくもうしっかり構成をして作っていく。と。作っていくっていうかまあ編集をしていくっていうのをこれからやろうと思ったんですが、 うん、ちょっと話がずれますけどね。えっ、ー、と、僕、Mac Pro2012 使ってるんですけど、ちょっと Bluetooth 使用不可とか言われちゃいまして、今電源落としてます。はい、電源落として電源ケーブルも抜いてます。で、Vlog り終わったら電源ケーブル挿して電源入れてみようかなと。いわゆる SMC っていうね、あの、システム管理リセットだったかなっていうのを今試してみてます。まあ、初めての事象なんですけどね。使ってきて。 うん。最初は、あの、ワイヤレスキーボードの電池切れかなとか思ったんですけど、で、あの、ジスキーボードを持ってるので、それを引っ張り出して、有線のね、やつを引っ張り出して、純正の。で、試したら、まあ、普通に有線ですから使えまして。でも、このまま有線の、そのジ規格のキーボード、日本語キーボードなんですけど、で、やり続けると、とにかくいつもの編集スピードにならないんですよね。 僕はあの US キーボードっていうのを使ってて、また今度そのお話はしますけど。なので、まあ、今ちょっとそんなことをしてるということですね。はい。で、えー、っと、今日はね、ちょっとズームレンズのお話をしたくて、ズームレンズの正しい使い方というか、間違った使い方っていうのが、僕の中であるんですよ。あるの。で、まあ、さっきね、ズームレンズのお話もしたんですけど、 これはい、はい、2405ですよ。2405。うん。で、ズームレンズって、ズームができるんですよ。うん。足場を変えずにズームができる。あるいは、えー、これの場合は 24mm から 105mm までの焦点距離を持ってるってことなんですけど、えー、24mm から 105mm の焦点距離を持つ、あるいは画角を持つレンズっていう考え方もできるわけですよ。だから、えー、 厳密には違うんですけど、これ僕の使い方ね。僕の使い方。えー、だいたいズームレンズってこうメモリが振ってあるんですよね。メモリが振ってある。この、焦点距離に。24mm、35mm、50mm、70mm、105mm と振ってあるわけなんですけど、僕としてはですね、うん。えー、この2405に関して言うと、えー、単焦点5個分のレンズって考え方をするんですよ。 うん、24mm の F4 単焦点。35mm の F4 単焦点。50mm の F4 単焦点。で、70mm 存在しないので、85mm の F4 単焦点。100mm の F4 単焦点が、この中でフレキシブルに変えることができるレンズっていう位置づけなんですよね。うん。で、ズームレンズの間違った使い方っていうのは1個あって、 えーっと、ファインダーを覗かずに、撮影立ち位置を決めて、で、覗いたら遠かったからズームしようっていう使い方が、えー、僕は間違ってると思ってます。うん。で、えー、っとね、これも通用しない場面があって、それを悪いと言い切れない場面もあります。それはライブ撮影とかドキュメンタリーとか、うん。 足場を変えられないけど寄りたい場合っていうのはやっぱりズームして、えー、よりメインになる被写体を大きく映すということをしたりもします。でも基本的には足場を移動できるんであれば24ミ、mm、リで寄るのか引くのか85ミ、mm、リで寄るのか引くのかっていう考え方なんですよ。これをだから、え単、ー、焦点を進める人が多いんですよね。 うん、で、僕も単焦点をめちゃめちゃ進めたい人なんですよ。で、この画角っていうのがものすごく重要で、結局24ミリと、うんじゃ100ミリにしましょうね。えー、まぁ、あ、広角端と、まあこれ105ミリですけど、まあえー、っと、望遠端。で、何が違うかっていうと、立ち位置を変えたら、そりゃあ、あ、立ち位置を変えないでやる場合は、えー、 ものがどれぐらい大きく映るかっていうのを、これ最大撮影倍率とはまた別の話で、ズームでコントロールできますけど、えー、っと、本当に、ある特定の画角、まあ写真で言えば3対2がまあスタンダードですよね。まあ4対3か3対2だと思うんですけど、その画角の中での奥行きの付き方、えー、こういう線のまっすぐさとか、えー、あるいは、えー、その奥行きの付き方も、 スーッとこう先細っていくような遠近感のある、まあ、これパースペクティブって言いますけど、のある絵なのか。それとも、えギュッと背景が詰まって、ものの大きさが、えー、ちょっとこう曖昧というか、えぇ、ー、ぐっと迫ってくるもの。これを圧縮効果って言ったりしますけど、を撮りたいのか。っていうようなところで、えー、っと、焦点距離、画角を選んでいくのが、 えー、僕は正しい写真、それから正しい映像の撮り方だと思ってます。うんで。何もズームレンズで立ち位置を変えずにズームすることが悪だとは思わないんだけど、結局写真を、ん技術を上達させたいとか、映像の撮影技術を向上させたいって思うんだったらば、単焦点を使いなさいっていう人がいるんですよ。で、僕も単焦点を使いなさいって言いたいんだけど、でなんで単焦点を使って、 えっと言われるかっていうと、えー、っと、焦点距離、すなわちまあ画角なんですけど、このある、えー、画角の中で、そしてあるこの枠の中で、えー、どういう風に写真を写していこうか、どういう風に映像を写していこうかっていう、えー、イメージがないところでシャッターを切っても、あの、一向にうまくならないんですよ。うん。デジカメで綺麗に撮れますよ。 綺麗に撮れれるる背景ボケもも楽しめるかもしめかないだけど、えー、俗に、俗に言ういい写真にはやっぱなりづらいんですよね。うん。明確な意図がないと、やっぱりこう、訴求、世間に訴求する情報が、えー、散漫になったりする可能性があると。ので、 えーっと、単焦点を進めるわけです。それは別に24ミリでも35ミリでも50でも85でも135でも100でも200でも何でもいいですけど、300でも全然いいけどね。うん。要はその、も決められた画角。画角っていうのはま、ここの角度を言ったりするんですけど、この決められた画角の中で撮りたいものをどういう風うにお見せするかっていうのが写真だったり映像の魅力なんですよ。なんですよっていうか、まあ、そう思ってるんです僕は。 だから、50ミ、mm、リなら50ミ、mm、リの、えー、じゃ、写真なら、アスペクト比が3対2の、この、縦横の比で、比率で、その中で、50ミ、mm、リという焦点距離が持つ画角の中で、僕をどう映すか。えー、ここにいるツイキャスバードをどう映すか。映ってねえな、今日。ここ。ツイキャスバードをどう映すか。S1H の箱をどう映すか。ってわけですよ。これは結局、17ミ、mm、リだから、 結構こう、ぐーんと、すぼまっていく感じがあるわけでしょでもこの S1H の箱を見せたいのにえ、こんな端っこにポコンと置いといたって見せれないわけじゃないですか。ねだったらじゃあどう映すんですかとか、えー。そういうことになってくるわけですよ。じゃあもっと箱をまっすぐ映したいから、正面、整体して取らなきゃいけないね。じゃあこの、忍者の箱は邪魔だよね。動かせないよね。じゃあもっとアップで映ろう、映そうか。もう、思いっきし、ここを映すべきなんじゃないかとかね。 そういうのを、えー、足で画角を取っていくっていう構図を切っていくっていうことを、あのー、学べるのが単焦点なんですよ。で、ズームレンズ持っちゃうと便利すぎて、あのー、足使わずにバン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 やったりしちゃうんですよね。で、画角というものがつかめたり、パースだったり、近接効果、近接効果じゃない圧縮効果だったりっていうものがつかめてる人は、例えばですけど、 えー、ある特定の被写体を、こういう風に映したいなって思った時に、自然と、だいたいこう、ちょっとグッとズームして、クッと覗いて、あ、俺が近かったみたいな、ことをやるんですよ。うん。だからその使い方を、レンズ、というか画角の使い方をマスターすることで、ズームレンズが生きてくるんですよ。たった一本で、24mm から 105mm までカバーした、このズームレンズの場合ね、 24mm から 105mm の4倍以上の高角ズームを持つレンズ1本で、えー、様々な、えー、表現ができる。っていう考え方ですよね。なので、ズームレンズは、えー、多焦点レンズとして使うのが一番賢いです。24なら24。24で撮ってます。私は今 24mm で撮っています。24mm で撮るからもっと寄りたいんです。もっと引きたいんです。絞りたいんです。とか。 8 5ミリぐらいで、えー、ちょっと背景をぐっと詰めて、で、望遠による背景ボケも活かしつつ開放で、ちょっと甘めの描写、逆光で、ちょっとこうフレアが出てきたり、ハレーション効果が出てきたりするようなものを撮るために 85mm で、あとは、 被写体、えーじ、人物であれば被写体をバストアップで撮るのか、ウエストアップで撮るのか、もうドアップでこうショルダーアップぐらいで撮るのか、えー、頭は切るのか切らないのかとかね。そういうので足で使っていく。っていうのが、えー、僕の正しいズームレンズの使い方だと思ってます。はい。なので、 え、単焦点レンズの焦点距離を基準に考えていくっていうのも結構重要だと僕は思うので、まあもしそのズームレンズを使ってて、いまいちこう技術が上がらないなって思われてる方はちょっとご参考にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。それで、あの写真技術って結構上がるもんなので、なんか注意する場所が増えると、緊張感が出る。緊張感が出ると、シャッター切れなくなっちゃう人もいるんだけど、シャッターは切るべきなんだけど、 持ち帰って自分がどこが悪かったかとかね、できるから。そういうのも残しておくべきなんだけど、えー、シャッターを切る前に、もう一回考えられるんですよ。えー、感情のままに、えー、シャッターを切るっていう経験って皆さんあると思うので、それはそれなんだけれども、シャッターを、えー、ファインダーを除いてシャッターを切る、下ろすまでの間の、まあコンマ何秒かもしれないですけど、1秒ぐらいかもしれないけど、 えー、四隅に気をつけて邪魔なものが入ってないか、背景の奥行き感は本当に自分が見せたいものなのか、この被写体の大きさは本当に見る人が、えー、まずここを見てこれが主題だと思ってくれるんだろうかとか、えー、そういうような意識が、えー、持てれば、えー、ズームレンズだろうが単焦点であろうが関係なくなってきます。なので、まあ、あの、たくさん写真を撮って、たくさん映像を撮って、とにかくいろんなレンズを使われる方は、レンズをこう、使うときに、 なぜそのレンズをチョイスしたのかなぜその画角をチョイスしたのかなぜこの被写体のこういうカットを選択したのかっていうことまで考えると、ちょっとレベルアップにつながるんじゃないかなと、えー、思いましたので、ぜひご参考にしてもらえたらと思います。くまさんでした。